1年間の、お休みをいただくことで子供とゆっくり幸せな時間を向き合う時間を持てまして非常に助かりました。2年前にだいたい海外比率はだいたい 15% ぐらいでした。で、まあ、彼女たちがいろいろやってくれたおかげで今現在では 25% ぐらい、まあ、私もかつて結婚業界いましたけども、もう全然そういうところで、は女性は全くいなかったんですかね。単に女性の比率を増やすというだけではなくそれが結局企業にとってもプラスになったというこれはまさに安倍政権が目指している成長戦略。一度仕事を諦めて辞めた方がまた復帰される場合もすごくやりやすい環境にしてくれてるっていうことなのかなと思ってすごくありがたいと思います。これはもう非常に大きな電力を食います。で我々が今去年の電力の値上げで非常に困っております。今我々はもう売上の 10% を超える電気代を払わないと、とんでもないことになってます。我々は、まあ、大口事業家としてそれぞれの電力会社と個別の契約をするわけですけど料金形態契約の形態というのは選べるメニューがないんです。電力料金が上がっていますので大変厳しいという話を、伺いました。省エネ設備に対する、投資に対してもですねしっかりと私たちは支援をしていくと電力自由化にもしっかりと取り組んでいきたい。コルテの仕事を待っておられたんでしょうに、まあ、販路を開拓されて、そうですね、リレーで売買された時にですね、はい、とうとう、ベアも、3000円から1万円、はい、よかったですね。ありがとうございます。ね、で今度のゴールデンウィークですね、それでも動物園行こうかなって家族に計画して、あげていただいたお給料をどんどん使おうかなというふうに考えてます。そのワンルームをやっと打破して、まあ、今はやっとの思いですけど、2LDK の。マンションまでのレベルまでは上げていただきました。まだまだ売り上げを伸ばそうとしておりますので従業員にモチベーションを上げないといけないですからそうするとやっぱ還元していって次のステップにまだ上がっていかないと思います。改めてですね日本経済を支えているのは中小企業そして小規模事業者なんだなと実感をしました。